習主席の倹約令、地方政府に広がる重圧、食べ残しが人事評価に影響も。政府会合に文房具は用意されない。華美な建物は禁止され、公的会合の食べ残しに検査官が目を光らせる。これは中央政府の命令に従い、中国全土の地方政府が取っている措置の一部だ。中国の最高指導部は、先月の中央経済工作会議で、倹約を習慣とすべきだとの指示を策定した。習近平国家主席は、行き過ぎた行為を長らく戒めてきたが、質素を改めて呼びかけた背景には、巨額に上る地方の債務負担や、不動産市場の崩壊など、中国経済に深刻な逆風が吹きつけているという事情もある。ユーラシアグループのドミニク・チウ氏は、経済見通しへの悲観が強まる中で、公的な式典やイベントで派手な支出を正当化するのは難しいと指摘。市民の目があるため、支出削減は党への支持や政府の評判にとっても重要だと述べた。政府の支持に習慣という言葉が使われたのは、ことさら重要な意味を持つ。最高幹部がこの言い回しをこのような文脈で使ったのは初めて。習主席が富のひけらかしや汚職の取り締まりに長年取り組んできたにもかかわらず、官僚組織の大部分では対応が遅れていたことを露呈している。また、倹約推進運動がしばらく続くことも示唆している。習慣という言葉は、財政状況がかなりの期間、根本的に改善する可能性は低いことを見込んでいると、シンガポールの李クアンユー公共政策大学院で中国経済を専門とするルーシー助教は分析し、中央政府が地方政府に金融支援を提供する公算は小さいとの見方を示した。汚職や腐敗を取り締まる中国共産党中央規律検査委員会は先週発表した文書で、習慣は緊縮予算に基づく生活が単なる当面の義務や解決策ではないことを強調していると説明。一部の地方政府は、身の丈に合わない多額の資金を中央政府に求めていると警告した。地方政府がコスト削減を始めるにあたり、明らかな標的となるのは、過剰な官僚制度だ。広州市では年初にオンライン会議を活用して、対面会議の期間や規模を抑えるとともに、文書の印刷を減らすよう職員に通知した。近隣の厚生省でも可能な限り、ビデオ会議を利用する計画だと発表した。食べ残しにも監視の目。比較的裕福な浙江省では今月、政府庁舎の拡大禁止を含む全ての業務で厳格に倹約に徹することを当局に求める新法が発行した。職員に相乗りを奨励し、食品廃棄物の量を部署の人事評価に入れることを定めている。重慶市でも食品廃棄物を狙い撃ちにする。市政府は先週、今年の市議会会期中の食品廃棄物を監督するため、検査官を配置すると発表した。さらに、議会出席者の各室の花飾りや果物をなくす方針も表明。こうした措置により、予算を 7.2% 削ることができると、当局者は見込んでいる。新型コロナウイルスのパンデミックと不動産市場低迷という二重苦で、すでに深刻な財政難に陥っている地方政府は多く、一段の緊縮余地には乏しい。職員給与や取引業者への代金、社会保障給付の支払いにすら苦しんでいるところも多い。中国の公的セクター全体で支出削減を実施するのは難しいと、ユーラシアグループのチウ氏は見ている。公務員の賃金が低く、昇進の鍵となる人脈づくりで、豪華な贈答品が期待されるなど、構造的な問題があるからだという。これらの発表文や規律に関する措置が、幹部当局者の士気に悪影響を及ぼさないとは考えがたい、とチウ氏は述べた。不動産が飽和状態、土地権収入が激減、
その金で行ってきた経済活動は今後も縮小。中国が成長してきた経済構造は得意なもの。海外に流れていった金も、元はといえば、人民からただ同然で搾取した土地に由来した部分も大きい。それが大して利用価値もない郊外にまで広がっていき、住まない不動産を建てた効果は大きかった。広大やカントリーからダメになったことが証明している。これまでの成長が脅威なら、これからの没落も避けようがない。この脅威の成長は、住まない不動産を建てたマネーゲームに過ぎない。土地や株やゴールドは損切りもできるし、債権や負債は整理できるが、建っている不動産を換金するのは容易ではない。金をばらまいても、住まない不動産という底なしの沼に吸い込まれるだけ。金帝のバブル潰しは間違いではない。市場類を見ない廃墟作りに限界が来たのだから。IMF や金融の専門家はそこに気がついていない。先行き不透明感増す中国。大規模工事の米国に類似。中国経済は多くの問題を抱えており、そのうちのいくつかは1930年代に大恐慌からの脱却を図る米国に立ちはだかったものと似てきている。確かに中国は米国のような株価暴落を経験していない。それは異なる点だ。昔の米国と共通しているのは、経済の仕組みや未来に対する信頼感の喪失だ。米国は株価暴落によって信頼感を失った。中国の問題は、習近平国家主席の政策にある。決して前途有望ではない。この好ましくない状況を示す重要な兆候の一つが、銀行融資の減少だ。銀行融資は、企業や消費者の支出や投資の計画を示すものだが、中国人民銀行によると、昨年12月の銀行融資に対する需要は、前年同月比 16% 減で、コンセンサス予想を約 20% 下回った。この状況は注目すべきものだ。というのも、中国政府は景気刺激策としてインフラ整備にかなりの金を注ぎ、中国人民銀行はこの1年間に金利を引き下げ、市場や金融機関にやたら流動性を供給し、公費のマネーサプライを約 9.7% 増やしたからだ。中国の人々や企業がこうしたインフラ支出や金融緩和を利用していない理由として最も考えられるのは、利益を得る見込みはほとんどないと捉えていることだ。少なくとも借金をするリスクに見合うほどに事態が好転するとは思っていない。中国国家統計局によると、消費者信頼感指数は昨年3月の最高値から約 10% 低下。新型コロナウイルス感染症のパンデミック時や、続いてゼロコロナ政策の下で不必要なロックダウンや隔離が行われた時よりも低い水準にある。企業の景況感は昨年後半からわずかに持ち直したが、データ収集が始まった今世紀初めまで遡っても、過去の基準からすると依然として低迷している。この信頼感の欠如、つまり貸し入れや支出に対する警戒感は、米国が大恐慌時に直面した問題とよく似ている。偉大な英経済学者、ジョン・メイナード・ケインズは、当時の問題の本質を説明した。米政府の景気刺激策や、米連邦準備制度理事会、FRB の十分な資金供給が、経済を動かすことができるのは、消費者や企業が将来に十分な信頼を寄せている場合に限られると指摘した。信頼感がなければ、景気刺激はすぐに自然消滅し、経済は一時的に回復しても、また低成長か衰退に逆戻りするだろう。同じことが金融刺激策にも当てはまる。中国人民銀行がいくら流動性を供給しても、信頼感がなければ、企業や消費者は利用しない。ケインズはこれを流動性の罠と呼んだ。問題の大半は、株価の暴落ではなく、習近平の政策にある。中国における問題の大半は、株価の暴落ではなく、習近平の政策にある。習近平は経済の混乱につながった4つの大きな決定を下した。まず、2019年から20年にかけて、長年展開してきた住宅不動産開発への支援を突然やめた。
この決定では、中国経済において、かつて重要だった同分野の崩壊と、家計資産に壊滅的な影響を及ぼす不動産価値の下落を引き起こした。二つ目の過ちは、次々と起こる経済問題に、せいぜい生ぬるい対応しかしなかったことだ。2021年に最初の経営破綻が発生した時から、ほんの数ヶ月前まで、中国政府は現実に反して、当局が金融市場を支援する必要はないようなふりをしていた。支援を欠いていたため、不動産部門と家計資産の問題は、金融システム全体に広がり、経済にさらなる打撃を与え、信頼感を低下させた。三つ目は、ゼロコロナ政策だ。これにより、中国経済は他の国よりも、少なくとも1年半以上長く、ロックダウンと隔離のもとに置かれた。習近平の目標は、新型コロナウイルスの根絶という不可能なものだった。その目標を追求することで、習近平は中国経済を抑制し、もはや定期的な収入を当てにできないとの思いを人々に、事業拡大にはほとんど意味がないという感覚を企業に植え付けた。それにも増して習近平はこの間、中国の民間企業を非難し、経営者やオーナーは利益を追求するのではなく、共産党の計画に従えと主張した。何よりもこのような主張が、中国の事業主らに将来への不安を抱かせ、雇用や事業拡大に投資することを躊躇させた。1930年代に米国が経験した大恐慌の根本的な原因と、こうした類似点があるものの、中国に大恐慌が起こると予測するのは大胆すぎるだろう。